どうも、またぞーです。お願いします。いきなりなんですけど、僕が自分の動画の中で一番好きな動画なんだと思いますか？そうです。血のりドッキリです。血のりドッキリっていうのがね、一番古い動画であるんですよ。TikTok の方にね、その動画を短くしたやつを上げたら結構バズったんですけど、YouTube に載せたやつは昔すぎてあんま再生されてないんですね。なんで今日は血のりドッキリをリメイクしていきたいと思います。どんなのかというと、洗面所の蛇口にこの血のりを仕込んでおいて、水を出そうと思ったら血の水が出るというシンプルなドッキリです。ターゲットは一緒にルームシェアをしている流星くんです。これをね、流星くんにかけたのがもう1年と半年ぐらい前なんで、もう忘れてると思うんでね、引っかかってくれると思います。それでもうそろそろ流星くんが帰ってくると思うので、早速仕掛けていきたいと思います。ということで、ここの蛇口にこれを仕込んでいきます。ということで、準備万端、あとは待つだけ。イエこわっ、マジで怖かった。爪なくなったと思った、本当に。わっ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